今ねどこにいるかっていうと、北海道にいて北海道のくっちゃんにいます。くっちゃんということでね、ニセコの隣の町です。くっちゃんね、ニセコとかくっちゃんとかこの辺りはニセコのリゾート県という形で、形成していて、スキー場、冬になった時にスキー場がね、まあ開業して、その中でまあスキー客がかなり来るところです。夏場なんかも結構秘書市みたいな感じでね来て、最近特にヒラフのあたりだとおしゃれな、まあ、いわゆるリゾートが開発されてね、まあ、主に外国資本結構入ってるんだよね。オーストラリアとかマレーシア、中国もね、でその中で、まあ、今このご時世だから、まあ、外国人来ないんだけど、外国人がかなり多くヒラフを中心、ヒラフはね、多くいたかなって感じします。ちょっと離れるとそんなにその田舎みたいな感じでね、まあ、ジャガイモが生産が盛んみたいなんで感じなんだけどね。で今この人口でいうと1万5000数百人、まあ、かつては2万人ぐらいいたんだけどね、まあ、それでもものすごい急激に減ってるかといったら、他の北海道内の、ね、市町村に比べたらそうでもないのかなって感じがするんだけど、そこで今この国道5号線をね、走ってます。くっちゃんの中心街ということで、中心街にということでね、します。ヒラフはヒラフで、結構やっぱりそこら辺はね、まあ、リゾート開発が進んでるということで、それはやっぱりね、いいのかなって感じがします。ただまあいろんな問題点があるんですね、まあ、ヒラフ観光で、まあ、いわゆるその温泉地多くのリゾートができることによって、それによっていわゆる温泉を引くわけですから、その中で湯量がちょっと減ってきてると言われてます。そういった弊害もありますので、あまりにもやっぱりリゾート開発をしすぎてね、いわゆる温泉が枯渇してしまうということもあり得るわけですから、そこら辺はしっかりとやっぱり考えてね、規制をかけていくというのが実用いいのじゃないのかなって感じはします。結局それがなくなってしまったら、ね、リゾートとして会社が温泉じゃなくなってしまったらね、まあ客がなかなか来なくなるわけですから、そういった意味でもしっかりそこら辺に関しては行政機関が考えていく、国もしくはね国が考えてやっていくべきじゃないのかな、規制をかけていくべきじゃないのかなっていうのはね、思うところではあります。ということで今ここら辺走ってますけど、まあ結構この辺りお店が多いですね、でもお店といっても右側はどっちかというとなんか、まあ、家とかマンション的なものが結構多いじゃ多いんだけどね。で、ニセコ連峰ってことで356号線左に行くとニセコ連峰、朝日岳とかね、朝日ヶ岳か朝日ヶ丘か、朝日ヶ丘のこれスキー場か、ニセコ花園ライスのスキー場、温泉ありまして、温泉スキー場が各地にあるんでね、まあその意味でもものいいなって感じがします。あとはシリベス川のバーパーパーク、テニスコート、テニスができたりします。南三条西1丁目ということで、この辺りがまあ結構中心なのかな、くっちゃんのね、まあ、1万5000円の町ですからね、町の中心という市ではないですから、でくっちゃんの駅が左側 500m ということで、ちょっとこのくっちゃんの駅ちょっと行ってみようかな。くっちゃん駅ね、1万5000人の町の観光客がいっぱい来てる時はね、まあ賑わってる感じはすると思うんだけど、今、まあ、まあ来てないですからね、あれですけど、まあ一応この中心ということで、まあ自分はよくこの日本各地のね、田舎の中心街になるものを、まあ今撮影もしてっていうわけだけど、その中でちょっとね、お見せできればと思っています。くっちゃん駅がすぐそばです。すごいな、交通安全のあれがなんかやってましたね。花、炉端焼き、花、石骨線とかね、この辺り、まあ、結構お店ありますね。メガネ屋さんとか、ラーメン店、仲間、スポーツ用品店ね。前方だね、あの辺りか。なんか結構やっぱ賑わってますね。1万5000人の街にしてもやっぱり観光客も来るっていうのもあるのか、店が結構あり閉まって、まあ、結構ねシャッター街多いですからね、この日本においてはね。で全然結構店が開いてますね。
で前見ていただくと、その前のやつがあのくっちゃんの駅です。はい、やっぱすげえな、あそこの山のところとかね、くっちゃん駅ね。ということでこんな感じです。くっちゃんの駅ということで、ね、そこ止めていいんだね。田舎の駅だからやっぱりこれ普通に無料で止めれますよ。これが駅ですね。バスも出てますね。防難バスが営業してます。これくっちゃんの駅ね。スキーの街くっちゃんですって。長時間の利用はできないんで、看板が出てましたけど、長時間の利用はできないんだけど、短時間であれば大丈夫です。だからずっと1日止めたりとかね、半日ぐらい止めるってのはダメですね。ちょちょって30分とかぐらいだったら